ディミトロブグラトは、ブルガリアハスコボ州の都市。トラキア地域のマリツァ川沿いに位置しており、州都のハスコボにも近い。人口は2011年時点で38,015人1947年に、ブルガリア人民共和国によって作られた計画都市で、都市名は、ゲオルギ・ディミトロフに由来している。ディミトロブグラトは、第二次世界大戦後に成立した共産主義国家である、 ブルガリア人民共和国によって計画された。1947年5月10日に都市建設が始まり、この時の労働力となったのは、ブルガリア中から集まった若き志願者たちであった。同国首相のゲオルギ・ディミトロフが公式に都市設立を宣言したのは、同年9月2日であった。当時のこの地には、ラコブスキ、マリウノ、チェルノコネオボというミムラが存在したが、 これらの村が合併し、ディミトロブグラトが成立した。その後も都市建設は続いたが、この都市を作った理由は、ブルガリアの現代的な産業の中心を作るためであったものの、都市を作ることによって、イデオロギーを発現させることもその狙いであった。もっとも、第二次世界大戦で、東ヨーロッパの都市の多くは破壊されて、ソビエト連邦をバックに持つ。 東側諸国が成立したため、新たに建設されたり作り直されたりする都市は珍しくなかった。ディミトロブグラと初期にできた建物は、いわゆるスターリン様式であったが、時が経つにつれモダニズム建築も増えてきた。1970年には、ペニオペネフという国の市の祭典が初めて開催され、これは現在まで続いている。1980年からは2年に1度であるが、 映画ポスターの祭典も行われるようになった。1987年にはペニオペネフの美術館が開館した。法廷ペニオペネフ公園ブルガリアでも共産主義政権が崩壊した直後の1992年に政府はゲオルギ・ディミトロフの像を撤去した。しかしこれは住民に不評であり、2012年に市議会は像の再建設を決定。 翌2013年に作られた。ディミトロブグラトの建築は、ローマ帝国のそれに近く、広い通りに大きな公園があり、国内でも有数の緑あふれる都市である。大きな公園は3つあり、15個程度の池があり、珍しい樹木や彫刻も多く見られる。設立当初、の人口はおよそ3万4000人。その後、地方からの流入によって人口は増加し、 1985年から1992年にかけては人口が5万人に達し最盛期となった。その後は景気悪化によってソフィアや海外へと人口が流出した。ありがとうございます。